皆さんはディズニー作品で一番涙を流した作品は何ですか？私は圧倒的に美女と野獣です。美女と野獣といえば、少し変わり者の美しい女性ベルと魔法をかけられた野獣が恋に落ちる物語ですよね。今回はそんな美女と野獣に隠された知ると10倍面白くなるトリビアを紹介していきたいと思います。ぜひこの動画を見て、より一層美女と野獣を見返した時に作品の素晴らしさを感じてもらえれば嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。物語の冒頭で王子と家来たちがなぜ魔法をかけられ野獣や白の備品になってしまったのかが語られている際に、魔法をかけられる前の王子と城などが描かれているステンドガラスが登場します。その下の部分に注目すると、アルファベットの VINEITQUIBEVINTITI と横文字が書かれています。この文字はラテン語という昔のヨーロッパ共通言語です。意味は彼は自分自身を支配したという意味になります。つまり自分自身が正しい人へと成長したという意味合いがあり、野獣がベルに出会い魔法を解く物語を表す言葉が冒頭で描かれていたのです。美女と野獣に登場する野獣は、一見ライオンのように、はたまたイノシシや牛のように、いろいろな動物に見えるのが特徴的です。実は野獣はそのいろいろな動物を混ぜ合わせて作られていたのです。顔はブッサロー、眉毛はゴリラ、たてがみはライオン、牙はイノシシ、体はクマ、そして尻尾はオオカミがモデルだったのです。目だけは魔法によって野獣に変えられたことから人間の目にしたそうです。ベルは常に青い服を身につけています。実はこの青い服に隠されたメッセージがあるのです。上は物語の冒頭の朝の風景で、ベル以外の住人はくすんだ色やパッとしない色の服を身につけています。そこにベルだけ明るい青い服を身につけさせることにより、村では変わり者であり唯一無二の存在のことを表現しているのです。そしてガストンも一人だけ真っ赤な服を着ています。これはベルの青との対比であり、ガストンもまたベルとは違った唯一無二の存在ということを表しているのではないかと言われています。魔法にかけられたお城にいるティーカップのチップ。実はチップはもともとはティーカップではなく、オルゴールとして登場する予定だったのです。セリフ自体もほとんどない予定でしたが、声優を担当したブラッドレイ、マイケル、ピアースの声がとても可愛らしく、もっと出番を増やそうということになり、急遽物語でも重要な役目のティーカップのチップが誕生したのです。もしも声優が違う人だったら、人気キャラクターのチップは誕生しなかったかもしれません。物語のプリンスである野獣は、魔法が解けた後も本名が明かされることはありませんでした。ベルも彼やあなた呼びのため最後まで分からずじまいでした。しかし1998年に制作されたサディーショーというディズニーゲームの中で、野獣がアダム王子という名前で紹介されました。そのためファンの間ではアダム王子と言われています。しかしこのアダムという名前も公式で付けられた名前ではないそうです。ただ公式ではないものの、美女と野獣のアニメーターたちも野獣のことをアダムと呼んでいることから、ほぼ野獣の名前はアダムで決まりではないでしょうか。またなぜここまで
野獣の名前が曖昧なのかというと、野獣の本名に対して必要性を忘れていたからと作家やプロデューサーが語っています。物語の中に王子の名前は重要性はなく、それよりもベルと野獣がどのようなストーリーをたどっていくのかに力を入れられたことがわかりますね。物語のエンディングでベルと野獣がダンスをするシーンがあります。実はこのダンスのシーンはある作品の使い回しがされていたのです。その作品とは眠れる森の美女でありオーロラ姫とフィリップ王子がダンスをするシーンの使い回しだそうです。よく見るとベルとオーロラ姫がシンクロしている部分が多々あります。またガストンが城から落ちるシーンはライオンキングのスカーが崖から落ちるシーンの使い回しをされています。2つを見比べてみるとシンクロしていることがよくわかるので、ぜひ見比べてみてくださいね。美女と野獣には幻の曲があることを知っていますか？その曲とは人間に戻りたいという曲です。この曲は城に仕える使用人たちが歌う11分もある曲だったのです。そのことから本編では時間の関係でカットされ、間の間では幻の曲となったのです。この曲はサウンドトラックや2002年に公開されたIMAX 版のみ視聴することができるのです。美女と野獣が公開されたのは1992年のことでした。しかしウォルト・ディズニーは1930年代と1950年代の2度にわたり美女と野獣の映画化を試みていたのです。映画化にわたって脚本家に相談したところ、この物語を作品化するのは難しすぎると却下をされてしまったのです。そこから40年後に美女と野獣が公開されたことを見ると、当時の作品技術では到底表現が難しかったことがわかりますね。美女と野獣は初公開から30年以上経った今でも愛される作品です。この美女と野獣の作品は1992年の第64回アカデミー賞の作品賞にアニメ映画としては初のノミネートされる快挙を成し遂げた作品なのです。作品賞こそ逃しましたが、アニメ映画でノミネートすることは現在でもなかなかなく、この記録は第84回のカール爺さんの空飛ぶ家がノミネートされるまで塗り替えられることはなかった記録なんです。それだけ美女と野獣の作品が素晴らしいものなのかよくわかりますよね。いかがでしたか？今回は美女と野獣の知ると10倍面白くなるトリビアを紹介してきました。この動画のトリビアを知るとさらに美女と野獣が面白くなると思うので、皆さんが美女と野獣を見返すきっかけになれば嬉しいです。それでは今回の動画以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。